シーズン最終戦と新人ぐらいに会おう。これ並ぶのかしら。危ない、セーフ。いけた、722番台。あの、もし開いたら呼んで。あ、わかりました、見てきます。発掘枚数かなり控えめ、276枚。あー、おー、おー、痛い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 。ここからようやくスタートラインだった。さあ、ビッグマーク3つ、何引いたっこは強地じゃね。おお、ここで強地。さあ、準備中にボーナスを引きました。ここでは今もうサバちゃん入ってるんで、3択で獣玉を貯めていくと。もうこの俺3択は左からしか押さないです。もうもっと頑張るのが他にたくさんあるんで、ここは3択を当てに行くんじゃなくて、左からの波のを取りに行くっていうか引くっていう、そういう考え方ですね。もう左からしか押さないです。ああ、2個たまった。よーし、3つ4つ。よーし、5つスタミナぞ。で、ビーストアタック1つ来る。よーし、よーし、よーし、いいよ、いいよ、いいよ、悪くない、悪くない。初期ゲーム数と獣玉の数を決める。50スタートの獣玉1個。で、さっき5個貯めたんで、ここでビーストアタック。全然いいよ、ダチョウで、ダチョウでやってやろうじゃねえか。行こう。ほら、よーし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 。リプレイじゃねえんだよ。よーし、よーし、よし。おお、よーし、よし、40、40、40。いや、早いな、頑張ったんだけど、40。さあさあ、ちょっと待って待って、これなんだなんだなんだ、やってか。おい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 、どうした。これはボーナスだな。ここは。化けだな。ゾウ頭の化け。さあ、三択。ここも左だぜ。よし。あと2つは欲しい。残り3ゲーム。
これ今の化けで3つ溜めたんで残り1個でまたビーストアタック。ああよしこれちゃんと抜いたんで OK。 ここ大事だな。ダチョウ、最後さあ10スタートで、あーリプレイダメ。よしいいよいいよいいよ。あーよしよし、さあこれで20。わさあ獣らはゼロなんでボスハゲ足一発勝負。下げよーし、よし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 、弱視で3人ゲームの獣玉2個、今ベル2連で残り2ゲーム、残り2回ベル打ったら行くなこれ。ダメだ、さあ獣玉3つ持ってのワンドリル。おお、ダチョウ、ダチョウ、ダメか、今いいんだけど、569枚。ちょっと一旦母ちゃんの様子を見に行くわ。今日朝コンビニ寄ってお財布を見たら3万円しかなくて、 ATM でお金を下ろしから来たんですけど、お父ちゃんに3万円しかなかったんでお金下ろしてきますって言ったら、大丈夫今日もそんな必要ないからって言われたんです。万枚出すんだから、3万円使う前にこうもう追加投資しないでいいような流れは作りたい、本当に作りたい。このヘルゾーンに入れて入ってもらって当てるしかない。よし、422ゲームでヘルゾーン青、そしてゲーム15本、決めるぞ。矢が飛んできて、これが出せる、よっしゃ、待って、お願い、全然テンパらん。3、続く、よし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 、頼む頼む、無理や、最後何にもなし、さあもう
まあ、無理じゃねえ。いやいやいや、まだ分かんない、まだ分かんない、まだ始まったばっかりなんだよ。母ちゃんこの間中央ですげえ出したんでしょ。出しました。得意じゃん。変わる。いや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 、もうちょっと頑張りたいです。全然いいよ、何も空いてない。そうなんですよね。そう、今はね、俺ジャンバリには苦しめられてきたんですよ。もうヘブンズはもうこの目音まんまえも本当にね、こういうマイクだったんですよね、耳に引っ掛ける。それがいよいよこの絵になりまして、もう多分ちゃんと声が届いてるんじゃないかと知ってたんですよ。あ、俺もまあ自分の見るんで、俺の声だけなんか聞こえねえな、ちっちゃいなって思ってたんですけど、まあいや、ハンデハンデって思ってた俺そのハンデだと思って、あれね、別に俺の声がちっちゃいわけじゃないんだよ。多分形状の問題で俺、まあ、顔に合わないですよね。まあ顔が長いって何なの知らないですけど、それが合わなくて、もうどんなに声張っても拾わないっていうね、どうしてもしたくなったのが、さあいよいよこのちゃんと声を拾うマイクになりまして、やっと俺スタートライン、みんなと同じスタートラインになったんで、ここから心機一転また頑張りたいと。ただ心機一転頑張りますけど、今日は無理っすね。これは相当厳しい戦いになるんじゃないかと。まで行った。あんまりヌーまで行かねえぞ。ここで発見。さあ、これレギュラーレギュラーボーダー、まあここのレギュラーはそんなに嬉しいねえな。ほい、よし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 、きたきたきた。さあ今日最初のビーストバトル。さあまずは敵、うわ、励ましか、励ましか、しかもここでチャンス目ってなんだよ。よし、50枚いったぞ、50枚いったぞ。まあ50を負けるようなら、 50% 負けるやったらもう今日やめる。負けるわけがないよ。よし、負けたな。いや、よしじゃねえし。何やってんだ俺。外線が1台空いてますけど、ちなみに私今37本使って1067ゲーム。申し訳ないけど、母ちゃん最近ハーデスとか出してる見たことない。もう当分ゴッドとか見たことないです。入れるのは得意なんですけど、出すのが本当に下手で。どっちかっていうと外線の方が強いイメージはある、うん、あ、そうですね。打たれますか。打たれお前よ、お前知らねえよ。それは正しい、外線行きますけど。え、何
俺があれ打つの1067。いいよ俺あれ打っても。本当ですか、母ちゃんこれで。頑張る。あの1067はめた分、俺はあのこれだけ忘れないで。俺は優しさだから、ね、うん、父ちゃん優しいと思いました。あんなの見たい中しゃべねえからねえ、でも打たざるを得ない天井があるから打たざるを得ないっていうの、まあまあいいじゃん。逃げれないね。じゃあ俺あれ行くよ。ありがとうございます、優しい。お悩み相談コーナー、わわわわーい。あれ、ごきげんですね。どうしたの、わわわわーい。ちょっと変えてみようかなと思って。今回はですね、お二人にとっての今までの人生での究極の選択は何ですか、この業界に入る前のあの選択を教えてくださいということです。なんかありました、人生の分岐点みたいな、なんかそういう感じじゃないんですかね。ないよね。ないですか。私はあの男性でこの人についていっていいのかどうかっていう、諦めるか諦めないかっていうことがありました。え、あーついてっていうか、もう、まあ、要はお付き合いをするかしないか、それも続けるかどうか。そうですそうです、続けるかどうか、自分の気持ちに反して。それどれぐらい迷うの。結構迷いました。1ヶ月ぐらい迷って決断してやめました。その特にこうまだ経験ない頃ってスタートはそんな迷わないじゃん、はい、どっちにしようとかって、ああもうこっちってなるじゃん。まあ確かに終わりは迷うよね。終わりはちょっとあこれでいいのかなって、後悔しないかなとか、まあ、どっちに行っても後悔するんでしょうけどね。中竹も迷ったってたもん。中竹さんですか。あいつ高校ダブったん。あ、そうなんですね。で高2でダブって2回目の高2やったけど、新しい上履きとか、はい、あの色違いのちょっと待ってほらダブりだからダブり揃えたけど、結局ぐずぐず5月ぐらいまで人も行かなかったさかな、でやめた。あ、そうなんですね。迷ってやめたって、ね、そうなんですね。やっぱ終わりって迷うよね。迷いますね。あとってな、今だったらできるけど、うん、今も迷うか。迷います。この仕事を次、うん、辞めるって、もし何かやりたいことがあってもこの仕事を手放せるかってまた悩む時は来るかもしれないです、ね、私は、うん、ただ、まあ、他の仕事は別として、はい、目音まんまに関してはもう辞めるときはスパッだよ俺。え、なんでですか。いやもう自分が罰ゲームになった瞬間にスパッてやめるその時にはじゃあもしかしたら今回かもしれないってことですよね。だって罰ゲームになったらスパッて辞めても逃げるわけですよね。まんまに出すんで大丈夫です。ああ、この後は大丈夫です。ありました。で、父ちゃんもなかったと。ない特になかったと、はいはいはい、私はこれからこれからその時は向かれるかもしれない。あ、そうですね、はい、今まではなかったということですね、うん、はい、ということです。証明されたんです。うわお、あー今日初晴れです。マジでここは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくでぃ。